どうも皆さん、こんにちは。こんばんは。ゆうころです。今回なんですけども、こちら、テンスラコラボがね、現在パズドラ開催されているわけなんですが、もうテンスラコラボキャラのね、もう性能も大体ね、評価決まってまいりました。なんで今日はですね、最強リーダーランキングトップでやっていこうと思います。イエイ！今のパズドラでどんなリーダーが強いのか、ガンダムとテンスラどっちが強いのかということで、今日はテンスラコラボ、ガンダムコラボ全部含めて最強リーダーランキングトップ10最新バージョンやっていこうと思います。今のパズドラの環境がどれぐらい変化しているかというのがすごい分かりやすいと思うので、ぜひ皆さんチェックしていってください。まずは第10位からやっていきましょう。さあ、ということで、まずは第10位はこちら、バーテンダー10日ですね。まあ、相方にダキとかですね。あとはサブにグレーシスとか入れれるね。今の黄闇のすごい優秀なキャラなんですが、10日はですね、こちら、30ターン変身、スキブ3つ持ちのね、ダメージ無効して変身なんですけども、バインド封印10キャラ2、2A プラス LG、インの5ボイス熟成に、超覚醒 2A プラスがシンクロ覚醒がつきました。もともとねシンクロ覚醒なかったんですけども 2A プラスがついたことで、まあ、これで火力も出しやすくなりましたし、さらに陰の加護が発動するダンジョンならね、ダキ、グレーシス、トーカ全てに陰の加護が乗っていますので、相当優秀なリーダーになってくれるキャラになっております。でスキルもダメージ無効、貫通上限が70億解放に6解除、火闇、回復4色陣が3ターンと無効感スキル持ってて、リーダースキルも指12秒固定、キーヤミ同時でダメージ 78%、 軽減攻撃45%、4コンボ加算固定したダメージとなっております。なんでリーダースキルの使い勝手もすごいいいですし、カレコも出せてね、4コンボ加算固定したダメージもあり、スキルも強くて、何よりね、陰の核が発動するダンジョンなら覚醒もバカ強いということで、現状相当優秀なリーダーになってるかなと思います。特に10日のいいところは中難易度までのダンジョンですね。超高難易度じゃない中難易度までのダンジョンをある程度もう簡単に破壊できて、で高難易度もほぼ周回に近い形で攻略していけるのが強いところかな。まあレベル EX とか超高難易度だとさすがに適性は落ちますが、中難易度から高難易度までを簡単に破壊できますし、特に陰の核が乗るね、それこそ極悪とかだったらボコボコにできるというところも10日の強いポイントになってるんじゃないかなと思います。ということで、まずは第10位ですね、ダキとかグレーシスとか合わせれる10日が第10位にランクインです。さあ次行きましょう。こんなことがあっていいんでしょうか。第9位はこちら、無一郎がランクインですね。はい、まあ賞味この順位っすね。無一郎はバインドスキブ3封印ボイスに32ターン変身、2ターンヘス変身です。俺こいつし今年の環境最強リーダー確定だなと思ってたんですけど、もう本当にとてつもない速さで落ちましたね。順位バインド封印10強5つ無効感ボイス持ちで、そもそも今のパズドラって陰の加護とか熟成とか浮遊とかでキャラの使えるダンジョンをね縛ってきてるのがパズドラなんですけれども、無一郎は全体的にどこでも使えます。まあ、逆に言えば特化してるダンジョンが少ないので、ここでめっちゃ強いっていうのが少なくて、全体的に強いっていう感じのキャラクターで、スキルは1ターン上限70億、6コンボ加算6解除し、水、木、回復を9骨生成が3ターンです。リーダースキルは指12秒固定、水、木、同時攻撃でダメージを激減、攻撃力50倍、固定1000万ダメージ、水の HP が 1.2 倍です。もちろん、無一郎自体もですね、この順位になったからといって弱いなんてことは全くありません。無一郎は未だにめっちゃ強いです。じゃあなんで9位にいるかっていうと、強いキャラが増えすぎなんですよ。そう。もうネタバレすると、テンスラコラボだけでも無一郎を超えるキャラが数体実装されてるんで、もうその環境がどんどんね、無一郎を基準じゃなくてガンダムを基準に変わってきてるんですよね。でそのガンダムとかいうコラボはマジで環境ぶっ壊したんで、まあそのせいでちょっと前のコラボである無一郎はちょっと評価落ちたかなっていう感じです。まあとはいっても十分使いやすいんですが、やっぱりパーティー全体における総合火力ですね。総合火力が無一郎パーティーだと限界がまず400-500ぐらいなんですよね。だから総合火力も低いしっていうので、まあ、ちょっとね評価落ちたかなぐらいの感じです。まあとはいってもですね、めっちゃ強いですよね。わたつみやむすび相方の無一郎3枚ループ組めたら十分強いんで、現状でも活躍してくれますが、ただやっぱり順位としては第9位ぐらいかなと思います。まあこの後、いっぱいキャラ出てくるんですけど、納得できると思うんで安心してください。はい、まあということで第9位は無一郎がランクインです。さあ次行きましょう。さあということで第8位はこちら、ピトーがランクインです。
これ無一郎とピトーは結構逆でもいいかなって感じですね。もうどっちでもいいって感じ。無一郎の方が冬武器つけたら火力出せるんで、なんならまあ無一郎の方が上かもしれんって感じですね。無一郎とピトーまあどっちもすごい強いんですけど、まあピトーに関してはですね、その分ギミック対応力がすごく強くて、バインドスキブ3封印ボイス持ちで28ターン変身のキャラクターです。変身後バインド封印回復努力を4つ、浮遊10強3つボイスで火力出せますと。で2500倍の火力持ってて、でまあ武器とか含めたらね、あの12500倍とかの火力は出せます。でスキルが2ターンの間上限50億解放、回復自分悪魔タイプの攻撃力が2倍、ロック解除し闇回復毒を吸骨生成が3ターンで使えます。なんでピトーは実質的に4倍エンハンスループで使えて、かつ闇回復毒生成できるのが偉いかなっていう感じですね。でリーダースキルに関しても指12秒固定で、毒か猛毒を消すとダメージを半減、攻撃力が16倍、5コンボ加算、闇の全パラ 2.5 倍で使えます。まあ、で全パラ 2.5 倍半減の耐久値もあって、しかも指固定もあり、攻撃力16倍、5コンボ加算あるのがすごい強いキャラになっております。でじゃあピトーがなんでこんなね順位高いかと言いますと、まあ、やっぱりねメレームと合わせれるところがでかいですね。ピトー自体もすごい強いんだけども、相方にメレームを使えるところが優秀で、メレームの生成自体もね、あのそれこそ中難易度からね高難易度にかけて、あの幅広く活躍してくれますので、まあ、ピトーとメレームもねすごい優秀なキャラということで、今回第8位にランクインです。まあ、無一郎とピトーはねどちらも強いんですが、まあこれから超重力がインフレしていけば無一郎の方がピトーより上回るかなとは思います。ピトー上回るとは思いますが、現時点だったらですね、やっぱりギミック対応力ですね、あの自信エンハンス持ってたりとか、エンハンス返したりとか、回復力エンハンスもあるピトーがね相当優秀なんじゃないかなとは思います。まあ無一郎めっちゃ強いですけどね。なんで今回第9位が無一郎、第8位をピトーといたしました。さあということで次行きましょう。さあということで第7位はこちら、ラミリスがランクインですね。バインド封印スキム2個、スキルチャージボイスに陰の加護持ってるキャラで、36ターン変身でリーダーチェンジで変身できます。で36ターンリーダーチェン変身で、変身後バインド封印指、回復エルジー、浮遊4色攻撃4つ、ガドブレボイスに陰の加護で火力出せるキャラになっております。はい。でまあ火力自体もね、冬4色攻撃4つにガドブレに回復エールしてあるんで、まあ最低限出せるんですが、スキルがですね、3ターンランダムルーレット1個生成に自分の上限60億ロック解除が3ターンで使えます。まあつまりラミリスはリダチェン運用できて、リダチェンした後はですね、変身時にリダチェンした後は一生ルーレットループで活躍できるという感じになっていて、火力も180億単体で出せるのが変身キャラにしてはめっちゃ偉いですね。でさらにリーダースキルが4色同時攻撃でダメージを半減、攻撃力が20倍、5コンボ加算、引かれた闇の全パラ 2.5 倍、指3秒延長持ちです。はい。なんで指3秒延長でパズルは安定するわ、全パラ 2.5 倍半減持ってるわ、しかも攻撃力20倍、5コンボ加算で火力出せてコンボ加算もあるっていうのがめちゃめちゃ偉いキャラですね。何よりこれが76リーダーチェンジで運用できるので、まあ例えばアトリみたいにめちゃくちゃ大変なパズルを組む必要はありませんし、まあまあ赤座とはちょっと比較になるんですけどね、赤座とラミリスどっちが強いかって言われたらねちょっと迷うところではあるんですが、まあ、やっぱりねリダチェン運用できて76パズルで、しかも使い勝手もいいということで、今回第7位にラミリスがランクインです。まああのアトリとね赤座に関してはですね、今回ランク外となっていますが、まあその2人もラミリスと同等ぐらいには十分使えます。特にアトリはパズル上手い人が使えば全然ラミリスよりも活躍できる場面多いと思いますし、まあ、あとは赤座に関してもね、あの陰の加護発動していれば、まあ、十分強いキャラになってるかなと思いますが、やっぱりこのラミリス自体はね使い勝手がめちゃくちゃ良くて、もうそもそも今の多色ってパズルめんどくさいんでほぼ使われないんですよ。ただ、まあ、ラミリスは76リーダーチェンジでルーレット生成もあって指延長もあるということで、パズルも比較的やりやすいので、今回第7位にランクインです。あの攻略のね性能としては間違いなく、トーカ、ムイチロ、ピト、この3体と比べたら圧倒的にラミリスの方が攻略性能は高いということで、必然的に評価も上がるのかなという感じになっております。はい。まあということで今回第7位に、ラミリスがなんと多色からねギリギリランクインです。まあ正直クリアタイムの話されたらラミリスはランク外になっちゃうんですけども、それとも十分ね攻略性能は高いということで第7位にランクインです。相方にミルコとかイライザがいるのもすごいいいところですね。はい。ということで次行きましょう。さあということで第6位はこちら、ゴーテンがランクインですね。バインド封印スキビオッツの35ターンで2ターン平成変身できるキャラです。ちなみに皆さん、ゴーテンって2月の時点でパズドラの最強リーダーランキング圧倒的な1位ですからね。一応言っときますけど、2月末の時圧倒的にもう他のキャラじゃ比にならんぐらいの1位でしたからね。もう一度言います、6位ゴーテンです。はい。で
変身後です。バインド封印闇コンボ強化プラス印の加護10強3つ無効化の浮遊で火力出せますと、まあ、火力自体無優秀ですがスキルがね1ターンリーダースケットの上限70億指が2倍6解除し水を闇に木を回復に変化が2ターンで使えます。なんで豪天使ってあげると、まあ、リダフレ豪天の場合2ターンループでしかも毎ターンね豪天で420億の火力を出せるっていうのがすごい優秀なキャラです。で指に倍ループ使えるのもめっちゃ偉いですしね。で6解除水を闇に木を回復にという生成が2ターンで使えます。リーダースキルもドラゴンの HP2 倍に闇2コンボで 60% 軽減攻撃力50倍4コンボ加算固定したメージとなっております。まあさすがに回復力はね少し低めになってしまうんですが、そうでもねそれでもめちゃくちゃ簡単に殴っていけますし回復力なんてサブでいくらでも漏れるんでめちゃくちゃね火力出しやすい優秀なキャラになっております。じゃあなんで豪天が6位なのか気になる人も多いと思うんですけども、まあ、めっちゃ簡単な話でまず一つはやっぱり火力がちょっと現環境なら少し低めです、まあ、これはピトーとね同じ話なんですけども、だいたい豪天の火力の目安ってピトーのエンハンサーリと同じぐらいなんですよね。10強3つ浮遊に無効化持ってる、まあだから 3.5 倍ですよね。でピトーも10強3つ浮遊にあとはスキルで4倍エンハンスつけれるので、まあ実際ピトーと同じぐらいの火力なんですよ。で陰の加護が乗ればめちゃめちゃ強いんですよ。陰の加護乗った瞬間こいつ無双世界最強になるんだけども、やっぱどうしても陰の加護が乗らないと火力出しにくいということで、やっぱどうしてもね陰の加護に縛られてしまうのがちょっと豪天の痛いところかなっていうのと、あと陰の加護に縛られなくてもアホほど火力出るキャラが今上位にいっぱいいるんで、まあちょっとどうしてもその環境の波に飲まれてしまってるかなという感じです。なんか僕の言い方だとこれ6位弱いみたいになってますけども、6位の豪天は未だにバチバチに現役最強で全てのコーナー移動を攻略できますからね。このキャラクターはレベル EX新百式極悪全部クリアできるんで間違いなくぶっ壊れて強いんですけども、逆に言えば今上位にこれより強いキャラが5体もいるんすよ。もうそういう環境なんですよ。だから仕方ないです。豪天が弱いんじゃなくてそういう強いキャラが出すぎなんですよね。でまあ実際マジの話、豪天は多分新千住かな、次の新千住が来たら十分豪天も活躍できるのは確定していて、もう一度言いますけど6位だから弱いではなくて6位でも十分強いんだけど、それよりちょっと強いキャラ、ほんのちょっと強いキャラが上位に何体かいるよという感じになっております。なんで豪天も現環境ではすごい優秀なキャラということでね、ただやっぱり評価としては少し落ちて第6位という感じになっております。まあ陰の加護のダンジョンだったら火力十分強いんですけど、やっぱちょっと陽の加護だとね少し火力落ちちゃったりするのもねちょっと痛い要因になるかなとは思います。ということで第6位豪天がランクインです。さあ次行きましょう。ということでもうトップ5です。第5位はこちらノバがランクインです。バインド封印スキルブースト4つにスキルが35ターンで3ターンヘイスト変身できるキャラクターです。もうノバはね間違いなくこれからの環境次第では評価一気にガタンと落ちる可能性はあります。まあ、これしがらきと一緒なんですけども、今の環境では間違いなくやばいです。はい、なんなら正直ですよ、極悪と新百式だけを最強リーダーとして今回評価するんだ、レベル EX を完全排除して評価したら正直ノバトップ3ぐらいっすよ。本当にトップ3ぐらいっすね、マジで。まあ、そのぐらい強いです。はい、で35ターンの3ターンヘイスト遠心でバインド封印指陽の加護超つなげしに無効換6個ボイスで無効換6個浮遊で火力出せます。ごめん、無効換6個浮遊で火力出せます。そもそも無効換6個浮遊の時点で倍率が 3.5 の 60×20 倍なんで36,765 倍持ってるんですよ、ノバって火力。さらに超つなげ仕組んだらそれに12倍乗って、さらに、陽の加護が発動したら5倍乗るんで、実はノバって単体で火力が220万倍出るんですよ。で陽の加護乗らんくても44万倍とかぶっ壊れじゃない。なんなら陽の加護乗ってるダンジョンで、まあ、言うならさ12倍なくなったとしても18万倍とか簡単に火力出るんで、まあマジでまずノバって火力がぶっ壊れてるんですよ。間違いなく火力は最強で、しかもスキルも2ターン全員の上限50億に、さらに HP35% 回復、6解除し盤面を水光に変化、全動力が4ターンで使えます。なので上限50億解放全員に触れるから潜在も自由なんで遅延耐性とかノバ好きなだけ触れるんですよ。で HP35% 回復で2体入れたらねリジェネループできて6解除認食陣全ドロ強と、まあ、めっちゃ偉いんですよね。でリーダースキルもドラゴンの HP が 1.1 倍に光か水の急攻撃しで 78% 軽減攻撃力50倍固定したメージと、もうリーダースキルも絶対に強いんですよ。
なんでリーダースキル、スキル覚醒ともに優秀で、めっちゃ優秀なキャラで、しかも新百式とか極悪を無効感組むだけで簡単に周回できますので、現状の最難関を周回できてしまうという視点で間違いなくぶっ壊れです。まあ、しがらきが消えたのはやっぱノバが本当に本領を発揮し始めたからっていうのも結構でかいかな。まあしがらき今裏強調とかで無双できるんですけどね。そうなんで周回キャラなんですけど、もはやレベル EX 極悪新百式全部勝てちゃう視点で、周回というのの攻略キャラですね。まあ、なのでその性能を評価して今回第5位にランクインです。まあちょっとね、レベル EX とかあとこれからの新戦術に日和ってちょっと評価低めにしてますけども、正直新百式と極悪だけでランキング作ったら本当トップ3は確定で入るし、ダンジョンによってはもうトップ2とかになっちゃうんじゃないかな。そういうレベルで優秀なキャラになってると思います。なので、今回は第5位にノバがランクインです。どちらかといえばやっぱ周回キャラなんで、周回ランキング1位の周回キャラではあるんですが、攻略でも無双してるということでめっちゃ優秀なキャラになっております。はい、ということで次行きましょう。さあ、ということでここまででね、もうノバと合点が出たということは、そうなんです、もう4位以降はガンダムコラボとテンスラコラボキャラだけなんですね。そうということで、第4位話していこうと思います。最強リーダーランキング第4位はこちらになります。でん、こちらユニコーンガンダムが第4位にランクインです。はい、ユニコーンガンダムはね、まあちょっといや先話そう。バインド封印スキビオンエルジュポイスで36ターンで3ターンヘイスト変身です。変身後バインド封印指回復エルジュ、エルジュプラス無効感プラス10強プラス冬にボイス持ってます。まあ冬10強2つ無効感2つで倍率もめちゃめちゃ優秀ですし、そうでさらに回復エルジュをメインで使っていけるので、回復エルジュにさらに10強武器とかつけてあげるともう十分ね3属性乾燥しながら殴っていけます。スキルも1ターン自身の攻撃力が2倍、上限85億解放、ロック解除に火光回復を5個ずつ生成が2ターンで使えるね、最強の生成キャラです。リーダースキルも光火の同時攻撃でダメージ半減、攻撃20倍、4コンボ加算固定500万ダメージ、マシンタイプの全パラ 2.5 倍と、もう完璧にぶっ壊れですね。でユニコーンガンダムの一番やばいところはこれです。はい、ユニコーンガンダムのやばいところは回復エルジュです。先に言っておきますけど、これから敵のダメージがバカみたいにインフレした場合、ユニコーンガンダム一強になります。もし現環境だったらね、現環境のリーダーのままで敵の火力がインフレしまくった場合、ユニコーンガンダムが一強になってしまうと思います。そのぐらいこのキャラはぶっ壊れで、まあ、理由として回復エルジュ持ってるんで、これがパーティーにね、ユニコーンガンダムって6個とか5個積めるんですよ。まあ基本6個積めるんですけど、ユニコーンガンダムで回復エルジュを6個積んだ場合、回復エルジ仕組むだけで 30% 軽減なんですよ。そう、回復エルジっていうのは1個につき 5% 軽減なんだけど、2個の場合5たす5で 10% 軽減になるんですよね。つまり6個積んだら 5たす5かける6で30倍になると。そうっていう感じで、回復エルジの軽減のこの力はめちゃめちゃでかいんですよ。でそれに加えてユニコーンガンダムって全パラ 2.5 倍半減もあって、しかも軽減ループスキルとか合わせてあげると、今の環境でユニコーンガンダムだけ1000万 HP を簡単に実現できます。ユニコーンガンダムのみ敵が毎ターン1000万ダメージ殴ってきても普通に受け切れます。殴り合いができます。ユニコーンガンダムは1000万 HP まで殴り合いができるんですよ。そういうキャラで、分かりやすいでしょ。なんでユニコーンガンダムは耐久値は間違いなくパズドラ最強で、現環境でユニコーンより耐久値の高いキャラはいません。まあ、殴り合いの点でね、殴り合いとかの点でユニコーンより強いキャラはいません。そのぐらい耐久値は圧倒的1位です。じゃあなんでユニコーンが4位かっていうと、簡単で相手がいません。本当にこれだけ。レベル EX でやっとちょっとユニコーンの耐久値の高さが生かされるんだけども、正直レベル EX も500万 HP ぐらいあれば十分なんで、ちょっとねユニコーンもったいないんですよね本当に。なんで位置の点では間違いなく環境1位なんですが、どうしても対戦相手がいないという理由から今回評価は少し落ちているという感じになってます。なのでこれから環境がインフレしていけば間違いなくさらに評価上がる可能性はありますし、耐久値性能は間違いなく環境1位の優秀なキャラになっておりますが、まあ、使い勝手とかあと耐久値が別にそこまでは必要ないということもあって、今回は第4位になっています。まあ本当にこの4位は1位でも全然いいです。マジで
そんぐらい今のパズドラの上位って、あの実力が均衡してて、すごい強いキャラばっかなんで、別にイーコン1位にしても問題はないんですが、ただまあ現時点でね、最強リーダー評価するんだったら、4位が適切かなと思います。またユニコーンは敵のインフレ待ちですね。新戦術とかで敵の火力が本命に高くなったら、一瞬でユニコーン無双になります。そのぐらい耐久値はぶっ壊れてます。ということで第4位ですね、ユニコーンガンダムです。ユニコーンはちなみにね、あの今回の環境最強リーダートップ10の中で、最も編成が組みやすいんじゃないかな。まあ、ゴーテンかユニコーンの2択で、まあ、正面ユニコーンの方が組みやすいんじゃないかというぐらいにですね、編成がすごい組みやすいキャラになっていて、編成難易度を上げずに、あの新高難易度を簡単に破壊していけるかなと思うので、やっぱ一番組みやすいキャラ誰と言われたらユニコーンになるんじゃないかなと思います。はい、ということで第4位ユニコーンでした。さあ次行きましょう。さあということでお待たせいたしました、最強リーダーランキング、ここからはトップ3になります。はい、まあ、あの今までのキャラもね、ほんとぶっ壊れが多くて、まあ、そもそもね、あの言っとくけど6位が5点っておかしいからね、もうキャラ増えすぎなんだよ。で5位のノバもバカ強いしね、4位のユニコーンに関しては最強の耐久力持ってたりしてね、火力も出しやすいしマジ強いんですけども、まあその中で今回はね第3位発表していこうと思います。はい、ということで最強リーダーランキング第3位はこちらになります。第3位はテンスラコラボからこちらリベルがランクインですね。はい、リベルに関してはバインド封印スキビオン熟成ボイスにインのカゴ持ってるキャラです。で変身後がバインド封印指水泥鏡プラス浮遊熟鏡四つ熟成ボイスにインのカゴ持ってくれてます。まあ弱いわけがないですね。あの熟鏡四つに浮遊で 12,500 倍が10項目組むだけで無条件に発動して、熟成で 25,000 倍、インのカゴ乗れば 125,000 倍、武器もつけたらもっと軽く出せます。意味わからないよね。でスキル強すぎです。自分と助っ人の上限値が70億、ランダム水6個生成、 HP20% 回復が1ターン。あの意味わからんすこれ。普通に書いてることやばすぎ。だって自分と助っ人の上限70億解放、水6個生成、 HP20% 回復だよ。さっき紹介した豪天がさ、2ターンであのリーダー、自分とリーダーと助っ人かの上限を70億解放するみたいな感じだったじゃん。こいつ1ターンだからね。で6解除ないけど、結局サブにね、もうみんな分かってると思うんで、今開けてるんで、そう、あのリムルベルドラがいるんでね、サブにリムルベルドラと合わせてあげると6解除生成ループで使えてみたいな、最大 HP1.5 倍、ループにエンハンスとかも2ターンに1回打ててみたいな感じで使えるんで、もうバカ強いっす。でリーダースキルも水の全パラ2倍、7コンボ以上ダメージは 60% 軽減、水消すたび攻撃 2.8 倍、1コンボ加算と、リーダースキルもめっちゃ優秀で、もう間違いなく環境トップクラスに強いです。で、リベルが3位の理由としては、マジでユニコーンガンダムと一緒で、あの、次の最難関待ちです。完全に。完全に次が来たら一気に多分、あの、上位になる可能性もあると思ってて、あの、特にさ、新戦術がね、もう来るの確定してるんですよ、今月末に。で、みんな考えてほしいんだけど、水属性で、インの加護持ってて、このスキルで、新戦術で使えないわけがないじゃん。なので、まあ、現状ね、極悪がね、インの加護の最難関難所なんですけど、まあ、極悪は正直簡単なんで、まあ、それも踏まえると、新戦術の無双はもうほぼ確定ですし、何より、極悪新百式も今簡単に破壊できるということで、今回ね第3位にランクインです。あのもう正味この上位は大した差はないです、はっきり言いますけど。マジで リムルベルドラと合わせたリムルっていうのは最強クラスに強いんで、あのこれが1位だと思う人は正解です。これ1位と思う人は正解です。1位です。もう正直トップ3に大した差はありません。ただやっぱり性能とかねタイムとかを踏まえた上で、今回評価としては第3位をリムルテンペストにさせていただきました。もう先に言っとくとけど、新戦術が来たら僕はリムルの順位を上げるので、新戦術が来たら最強リーダーランキングユーコールチャンネル部門は絶対に変わります。ただ現時点の新薬式極悪最難関とした上では第3位がリムルという感じになっております。もうちょいねリムルね、めちゃくちゃ相性のいいぶっ壊れ相方が出ればさらに化けるんですけどね。そう、現状進化後リムルなんでね、めちゃくちゃぶっ壊れた相方が出れば楽しみですね。はい、ということで第3位はリムルテンペストがランクインでした。次行きましょう。さあということで第3位はリムルでした。残すところですね2体となりました。パズドラ最強リーダーランキング、もう第2位発表したら実質1位分かっちゃうと思うんで、ユーコールチャンネルが決める第2位発表していこうと思います。ということで最強リーダーランキング第2位はこちらになります。ドルルルルルテンスラコラボからランクインでこちらミリムが第2位にランクインです。はい、
ミリムはねもうねバグです。正直リムルもミリムもどっちもぶっ壊れなんですけど、あの決め手が1個あって、ミリムは今パズドラで極悪を世界最速で攻略できます。何がやばいって、今の世界最速ってあの元々の世界最速って5点だったんですけど、ミリムは史上初の9分台で周回できるんですよ。あの極悪って皆さん何階層か知ってますか？パズドラの極悪っていうダンジョンはですね、実はフロア数がめっちゃ長くて、新約式が9階層に対して極悪はなんと、ごめんこっちだね、はい、で15階層なんですよ。15階層のダンジョンが、たった9分半で周回できる、攻略できる、ぶっ壊れですマジで。で37ターン変身のキャラクターで2ターン上限9条件76マスにバインド封印指浮遊10強打つ T ジム股間ボイスに陰の加護持ってるキャラって感じになってます。でミリムに関しても先に言っておくと、あの新戦場待ちですね。あの今の環境で1位のキャラクターを超えるキャラっていうのは、まあ、正直出ないですね。あのダンジョンの適性があるんで、あの今の最強リーダーって結構パズドラ運営が決めれるシステムになっていて、陰の加護陽の加護とかで調整ができるんですけど、あのそもそも今の最難関新約式って陽の加護のダンジョンなんで、どうしても新約式が陽の加護の視点でミリムとリムルに関しては少し評価落ちます。これも当たり前ですね。だから新戦場が来たらミリムとリムル確定で評価上げるんで、もうだからそれがさっき言った話ですね。でほんとこの覚醒火力に加えてスキルも2ターン自分の攻撃2倍上限120億6解除火闇回復急行生成シールド人戦いが4ターンで使えます。あとこのシールド赤いが強すぎますねマジで。でめちゃくちゃ優秀なミリムなんだけども、一番の理想はミリムを4体入れて使うことなんですよ。でも本当にミリムってミリム4体が一番強くて、極悪を9分半で攻略できるのもミリム4体編成なんですよ。だからミリムっていうのはそのミリム4枚編成がバカ強いので、基本ミリム4体を最強とはしています。ただベニマルを入れたミリム呪軍1体でフレンド1体の編成とか、あと近々実装される闇ユリシャですねとかを入れた編成とかもかなり強くなると思うので、十分ミリム自体は4体持ってなくても強いキャラになる、まあ呪軍3体ですね、だから3体持ってなくても十分強いキャラではあるんですが、あくまでリムルを超えたいと思ったら基本はミリムを呪軍3体入れるのがまあ一番強いかなという感じになってはいます。そうなんでミリムは入れれば入れるほど強いキャラになってるかなとは思いますので、まあ、できればミリム呪軍さんのフレンド1が一番強いなという感じですね。まあ、実際ミリムリダフレのベニマル編成だったら正直リムルの方が強いですね、それだったら。なんで、まあ、そういうイメージです。とは言っても間違いなくミリムもすごい優秀なキャラクターなんで、あのまあリムルとの誤差の話を今しているだけで最強リーダートップ3したら揺るがないですね。間違いなく優秀なキャラになると思いますし、あとはもう新戦術が楽しみすぎますね。新戦術で陰の核発動したらマジミリム全てを壊してくれると思うんで、まあ、それもかなり期待できるんじゃないかなと思います。まあ、何よりやっぱシールド破壊も強すぎますからね。現環境最強リーダーの一人ということで第2位はミリムがランクインです。ラストいきましょう。さあということで最強リーダーランキング第1位はこちらになります。でんゴッドガンダムですね。まあお前がナンバーワンや、これはね超えれないっすねゴッドガンダムは。まあ、というのもですね、まずやっぱ一個でかい要因があって、あの今陽の加護なんですよね新百式が。まあ、陽の加護が新百式なん でしかもレベル EX とかもあの陽の加護だったんで、結局今の最難関のレベル EX と新百式が陽の加護の視点で当たり前だけどゴッドガンダムが強いんですよね。だからさっきから言ってる通り新戦術が来たら評価ガラッと変わるっていうのはゴッドガンダムの評価が新戦術で少し落ちるからだろうなという話になっています。相手水だしね、陽の加護どうせ乗んないしね、陰の加護だから。そう、あの新戦場はほぼ陰の加護で確定なんで、そうだからゴッドガンダムは少し評価落ちるかなという視点ですが、まあ、現時点で最強リーダーランキングを作るとしたらあの 120% ゴッドガンダムを1位にしたいですね。あのまあ誤差なんで別にね、リムルが1位とかミリムが1位とかユニコーンガンダムは1位とかって言ってる人の意見も全然納得はできるんですけど、まあ、僕が決めるんだったら一択でゴッドガンダムを1位にしますね。もうそのぐらいぶっ壊れてます。バインド封印スキビオンのボイス持ち36ターン変身なんですけど、変身後バインド封印、ヒドロ強プラス陽の加護10強6つボイス持ちです。マジ覚醒これだけなのに強いっていうのがやばいよね。まあ、陽の加護乗ったら倍率が7万5000倍とか、乗なくても1万5000倍ぐらいの火力出せて、さらにスキルも1ターン自分の攻撃力が2倍上限75億非6個生成が1ターンで使えます。意味が分かりません。本当に意味が分かんないね。自分の攻撃2倍上限75億ランダム広く数が1ターンだよ。でリーダースキルも指12秒固定、火の2コンボで 80% 軽減、火の3コンボ以上で攻撃力55倍4コンボ加算固定したダメージです。はい、ぶっ壊れ。
指12秒固定あってさ、 80% 軽減あって攻撃55倍4コンボ加算固定したみたいな、やりすぎなんだよね。でしかもゴッドガンダムって単体の性能もめっちゃ強いんですけども、まあ、それ以上にやっぱ強いのがパーティーの完成度なんですよ。もうゴッドガンダムってリーダーにダリルバルデを積んであげて、サブにジャスティスガンダム2枚積んであげたら、もうそれだけでゴッドガンダム完成しちゃうんですよね。あとは空き枠にゴッドガンダムもう1体積むとかね、あの耐性積むとかでどうにでもなるんで、結局ゴッドガンダムの強いところっていうのはもうパーティーの完成度が高すぎるんですよ。だからもう現環境をジャスティス2体入れてリーダーダリルバルデにしたゴッドガンダムに勝つことはできないんですよね。そう、それも踏まえてやっぱりどうしてもゴッドガンダムが無双してるのかなと思います。まあ、やっぱりね、簡単に最強テンプレが組めて、あの金はめっちゃかかるけどね、簡単に最強テンプレが組めてしかも無双できてるという視点で、まあ現状の評価においてゴッドガンダムが1位は間違いないかなと思います。まあ、なんでね、あのゴッドガンダムを1位から引きずり下ろすのはでもめっちゃ簡単で、新戦術が実装されてそこがインの過去だったら十分ゴッドが評価落ちる可能性はあるんですよ。今のパズドラって本当に運営が最強リーダーを決めれる環境なんで、まあそれも踏まえるとリムルとかミリムっていうのは新戦術実装後に1位2位っていう感じでぶっ壊れキャラになるのかなとは思います。まあ今回の最強リーダーランキング先に言っておきたいんですけど、先っていうか後に言っておきたいんですけど、7位以降全部ぶっ壊れです。本当にあの一切誇張なしで、今現環境7位以降は全て今のパズドラを破壊できます。そんぐらい強いリーダーたちばっかりなんですよ。全員実質 HP5 倍あって火力簡単に出せてみたいな、そういうぶっ壊れたちなんですけども、やっぱその中でもパーティーの完成度的にはゴッドガンダムが第1位かなとは思います。ということで今回ですね、最強リーダーランキングトップ10解説する動画でした。いかがだったでしょうか？ぜひね、参考になった人はチャンネル登録高評価お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。